はい、はい、というわけで始まりました。はい、キュート竹内のゲームやらせてもらう部屋。なるほど、メゾンの原です。お願いしま す。そして僕がカノ、竹内です。お願いしま す。合ってんのこれ、その辻が始まりましたっていう竹内の部屋合ってんのこれ。で俺が後に自己紹介する。いいやつなの。気持ち悪い。というわけで今回はなんと、はい、ゲストとして、はい、メゾンの原さん来てくれました。お願いします。いや嬉しい、嬉しいですよ。いや嬉しいね。初の、いやゲーム好きとして嬉しいですよ。確かに。こっち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 。おい。めろお前。全く同じ道具だと思う。ここまでは全く一緒やからね。そうですかね。というわけで、はい、今日遊んでいくゲームは、はい、バラと椿。お。豪華絢爛版という。ほう。すごい。お豪華絢爛版。お豪華ですからね。あ、初めて見たなこのゲーム。ね、バラと椿。はい、どんなゲームか想像できないな。はい、というわけでプレイしてみて、うん、見ていきましょうということで。なるほど、はい、楽しみ楽しみ。始めていきましょう。おら、おジョイコン、おジョイコン、おビン、おストラップ。あー見たかった。おジョイコンニゴロ。CM 風に。あれ、はい、すごい、すごいです。すごっ、しっかりしてんな。こんなゲームないよ。お札お札い。あの大つければ何でもいいってもんじゃないよ。ね、なるほど、まだどんなゲームかわからん。嘘やろ。すごい、歌、編曲、録音が全員外国の方や。すごい。あの頃何みたいな。確かに。なんかどっこいじゃない。おビントの嵐。おビントの嵐。あ、ビントする。怖い。強そう、あいつ。怖い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 。急に。すごい。バラカット。マイチュー殴ってるやつじゃなかった。殴ってるやつじゃなかった。戦う？なんだボスみたいなやついたの。すごーニゴロ。やめろ CM 風。すごい、オープニングすごいな。おしなりを、はい、バラと椿ということ。おしなりを2人でちょっと交互に。なるほどね。できたらなと思います今回は。はい、え、もうじゃあ A ボタンでよろしいですか。女の戦いを始める。怖っ。すごっ。いつの時代なんだ。のその1、伝説のバラの嫁。はい、どういうゲームなんだろうね。押していきます。はい、はい、ビンタが…オービンタの前、オービンタの前、私、椿浩二家の宿泊を担わせていただいています。オチュートリエと申します。オチュートリエ、あなた様にはこれより椿浩二家にふさわしい宿女となっていただくため、オービンタの訓練をしてもらいます。オービンタは家族の女性がお相手を許せない時にだけ許される由緒正しき教義でございます。交互に行うのはあるんだ、もうそういう文化として。いやもうさ、女子ですよ。なんかちょけてんな、頭に豆腐のっけてるやつ。もう宿女やからね。宿女やから、お上品におビンタをなさってください。はい、関係ないからでも。おしゃれ。ああ。ナイスオビンタ。その調子ですわ。あ、このバラのメーターがあるまでに、あれ一発ずつじゃなかったっけこれ。練習だから。練習ですからこれは。こんな結構ハードな動きやな。確かに。やめてね。そのガチビンタこっちに来たら、ね、怖いから。周りの環境に気をつけてください。気をつけて。集中しているお相手にはうまくかわされるかもしれません。へえ。お相手の隙をついたり、なるほどね。オフェイントで隙を作ったりすれば。強いお相手でも戦えますでしょう。スポーティーなゲームなんや。確かにこんな動くと。お次はお相手のオビンタの番です。受ける側もあんのか。左上のメーターが椿の時はなるほど、バラが攻撃のターンで椿が防御のターン。オビンタに耐えるか避けるしかありません。お相手がオビンタしてくると思った時に後ろに下がってかわすのです。私が手を後ろに引いたおタイミングでかわしてごらんなさい。あるでしょ。なるほど。お、あー当たった。うわ、スパルタやな。あー強い。
入った。あー強い。よくこんな無表情でいけるな。できるまでやります。私が手を後ろに引いたおタイミングでかわしてごらんなさい。逆にこれで一回やってみるか。いいわ。あー、その調子ですわ。うん、こっちの方がいいか、うん、初心者の華麗な動きですわ。今だ。おー、うまい。うまいよ。いいよ。基本はこれだけです。はい、どうぞ。素敵なこんなシンプルなゲームなんや。実は確かに必要になればもっと高度な技も教えいたします。 あるんだ。その気が終わりならこのおびんたの間に作るな。そんな間をわざわざいつでもお待ちしています。道場みたいなこと、食堂みたいなのにおびんたの間がね。往復ビンタとかもありそうよね。その、確かに、どんどん上がってきたら。めちゃくちゃ叩いてる。あったもんね。あ、俊介さんは私の大好きなバラを差し出し、静かに息を引き取り、その日以降椿小路家の人々の私を守ってくれてた人がいなくなったんや。今までは俊介さんがこんな庶民の生まれの私をかばってくれていたのでしょう。でも私は負けません。俊介さんの方が守らない私はきっと。なるほど。やばい、意地悪そう。沙織さん、沙織さん、正しき椿小路家に嫁いできたと言っても礼儀も何もあったものじゃないわ。何ですか。もう今までの私とは違うのです。私は椿小路家長男の妻、玲子です。この家は私が継ぐ。強気やな。いいよ、玲子、頑張れ頑張れ。庶民の女は打たれ強くてよ。なるほどね、なるほどね。いいよいいよ。はやー、女たちの戦いが始まる。あ、こっちのターンや。行くよ、行くよ。おお、食らったね。あ、そうか、一発ずつか。うわ、フェイントしてる。この野郎。こいつ。ああ。いけるぞ。行くよ。おい。いいぞ。引き出して。なんだ今の。なんかラッシュみたいな行けたのか。強い。歯がニンってなるのが嫌だな。沙織さん楽しんでるよ。今だ。ああ、ちょっと早いんか。おれ、全然。あ、おお、組みたわ。組みた。組み大丈夫。いや、やりすぎじゃない、ちょっと。弾き飛ばされてるけど。すごい。見たか。庶民の女の力ですわ。かっちょえ。勝った。どういうつもりか。静か。レイコさん、哀れと思うからこそ椿小路家に置いてあげている恩をお忘れかしら。私は椿小路家長男、俊介の妻です。高くあれよ。この家すべての相続権は私にあるはずです。そうです。なくても力ずくで椿小路家を私のものにしてます。いいね、強気やね。だいぶ、そういうところに惹かれたんかな、俊介さんは。ですわ、下民らしい卑しい野心ですもんね。なんだこの野郎。この家を継ぐのは長女の私の夫です。椿小路家にふさわしい高貴な生まれの、ね、下品な女は出ていきません。確かにね、やってますよ。ビンタする側じゃないけどな。しばいてますよ、ツッコミの仕方。なんならぶん殴られてる側やな。弱いね。やばいやばい。でもね、あの振り抜くときに栄養した方がいいと思う。おお、しゃべ振り抜くときに、ええ、なるほど。のがいいと思う。ああ、いいよ。決まったよ。来るよ。おー、オーケー。え、よし。あ、カウンターできたんだ今。マジ？うん。ルール無視。来い。いけ。AR 押して。AR 押して。あれ？あ、AR 押して突き出すぞ。あ、押してる。大丈夫？オーケー。うまい。余計うまい。カウンター。お、カウンター探れてた。ありなん、ルール的に。言ってることちゃいますやん。いけ。来ない。うん、強っ。うまい、うまい、今だ。晴れてきた。いけ、AR を一緒に押して、一緒に押して。え、どうしよう、ここ、ね、どうしよう、ね、どうしよう、突き出す。突き出す、突き出す、ここや。ちょっとかわいそうになってきた。こんなに女性をぶん殴ったことない。あ、よかった。こんな殴れないよ、こんな人。歯かけてるやん、もう。かわいそう。こっちがやんないとやられるからね。どんぐらい腫れてるのかわかんないな。うん、あ、勝った。また、シンプル勝ち。これが庶民の女の子。うまいな。じゃ倒しちゃったよ、もう。確かに。私に切れ込む。荒くれもんじゃん、こいつ。意外と悪者の可能性できたぞ。誰だ。おいおい、ありえねえ。
こいつないやろ、家政婦、三田だ。なんでだよ、家政婦の三田さん。いや、おかしいやろ。しかし、奥様に挑むには、なるほど、奥様強いんや、ラスボスがおるんや。奥様の花江様、波の強さではございません。なんでビンタする前提だ。家族を超えた力をお使いになるのです。話し合えって一回。何がおっしゃりたいの、うん、この私めが相手をしますと申し上げている。私ごときに勝てぬようでは奥様を倒すなので。どういうスタンスこいつ。また言う。さあ参りますよ。倒してほしいんかい。おい、どすこいしてる。どすこいしてたよ。悦子さん。悦子、ほら、こいつ、あっ、うわ、強い。おい、ビンタせえって焦点してたら今こいつ。あ、体力結構あるよ。あらら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 らおれ。いいよいいよ。いいよ。はい。うまい。ほら。おカウンター。カウンター。炸裂。そう、おれ。け。わらららららら。ルール無視のオフリンターじゃ。わらららら。もうやめてあげて。やめてあげて。とどめ。おれ。飛びすぎやろ。しゃ。これが庶民の女の力ですわ。いらんな。素晴らしい。こっちの味方なのか。レイコ様ならば。ああ、なるほど。強い人を求めてたんや。素晴らしい。強いあるじよ。なるほど。確かめてみる。いかがです。奥様。奥様。奥様。レイコ様、あなたの力見せてもらいました。本気でこの椿工事家を手に入れようというのですね。そう。花屋さん。え、あの連打の時さ、ここやな。うん、こことここ同乗し。同乗しか。出てくる。バラバラ。ええ、そうです。下民の女は打たれ強いのです。決め台詞出た。そして受けた痛みは決して忘れぬのです。おお、無傷やん、レイコ。打たれ強いから。いたよ。打たれ強いからね、やっぱり。受けた痛みを私たちにも味わいというのです、ね。ルート出てきた。結構。結構。ではあなたには椿浩司家の真の力を味わっていただきます。強いんかい、こいつは。行け。来る。いいよ。行けよ。シンプル。行けよ。あ、目が光った。目キラリンだ。わ、分かりづらい。呼び動作が。うん。花江はね、呼び動作が分かりづらいからね。それで、それでここや。のし上がって。行け。うまい。いいよ。来る。これができん俺は。そう。下手くそ。泣いてるやんもう。おお、うまい。泣いてるやん花江。いいよ。ここだ。うまい。うまいよ。うまいよ原。いいよ。なあかわいそう。見たくないって。ああだった。おばあのこんな見てられんって。えー、えー。よくできた。でもいけるよ、まだいける。いける。まだ振ってない。いける。いけ。うん。あ、いいよ、いった。ああ、強っ。ナイチョル。おい、うるうるしとるな。なになに、なんだ、すごい、むずいぞ。強そうなやつが当たった。でも、おあ、シンプル勝った。でもどこがすがすがしい。どこがすがすがしいね。倒してく、欲しそうやった。ラスボスとは思えないですよ、まだ。これがあなたの痛みなのです。嬉しそう、嬉しそう。首すごい曲がってる。私と俊介さんのものです。あ、強っ。それは叶わぬことです。何というと、まだ私をお認めにならないと。確かに、強いんだから。私たちにはそれを決められないのです。何ですか。それが椿浩司家の古くからのしきたりなのです。どういうことですか。それは一体どういうことでしょう。はるか昔より、なんでやね。闇の力、奥様の闇の力に支配されているんです。奥様、4階の開かずの間に、今も昔もずっとこの家にいらっしゃるのです。誰か人間じゃないのね、もう人間じゃないでいいね。猫さんなら大奥様を倒せるかもしれない。倒してほしいんや。わかりました。そして私が椿浩司家の大奥様となるんです。大奥様になるんだ。なんかメンタル倒せるもんなんか。ああ、あなたこそ伝説のバラの嫁の神。何を言ってるんですか。あ、4階これ。え、開かずの間、これが大奥様来るってこと。やばい。ん、
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。もう滑らかですよ。ありがとうございました。